頭を乗せてください。せーの。はい、いらっしゃいませ。首の位置はご自由に調整して大丈夫ですからね。その辺でいいですか？わかりました。はい。ではまずはお耳の中をふーふーとしていきますね。くすぐったくてあったかい JK の吐息、存分に味わってくださいね。では、いきますよ。ですか？まだ軽くしか吹いてないのに、お兄さんもじもじしちゃってかわいい。まだまだいきますよ。
ですね。さて、お兄さんのお耳なんですけど、軽く見た感じ、そこそこ汚れが溜まっているみたいですね。細かいのも、目立ちますし、奥の方には大きいのも見られます。ということで、この汚れを全部きれいにするまで、じっくりとお掃除させていただきます。気持ちいいのが頭の中で溢れて、すっごく心地いい時間を過ごせますよ。どうか何も考えず、私のご奉仕に夢中になっちゃってくださいね。私も精一杯の気持ちでお掃除しますから。では、お耳の中にお邪魔させていただきます。私の耳かきはしっかりと感じていますか？もし至らないところがあったら遠慮なく教えてくださいね。力加減、こするポイント、かゆいところに痛いところ、兄さんのリクエストには全力で応えますから。汚れを溜めている人ほどこうしてお掃除したときは気持ちよくなりやすいんですよね。ほら、耳かき棒の食感だけじゃなくて、お掃除するとき汚れがカサカサくすぐったいじゃないですか。ですから、ほら、こんな感じで小刻みにこしょこしょっとさせていきますね。
のストロークなどはありますか？先ほどみたいに小さくコシコシとされるのが好きですか？それとも奥から入り口にかけて長めにツツツーとされる方がお好きだったりしますか？全部大好きというのであれば遠慮なく全部やらせていただきますね。あら、このように腰カリカリコリコリ、失礼しますね。していきますね。おそらくは一番汚れが溜まっていて一番敏感な場所ご奉仕しがいがありそうです。肌が敏感になる分ちょっとした刺激で傷ついてしまうことがあります。くれくれも動かないようにしてくださいね。では、行きまーす。
震えました？震えちゃいましたよね。軽くビクビクってしちゃって。やっぱりお耳の奥は敏感ですか？軽く撫でられただけでも、今みたいに体が反応しちゃいますか？なるほどなるほど、お兄さんの性感帯はここなんですね。それじゃあたくさんサービスしないといけません。力加減は弱く、お肌の表面だけを優しく撫でるようにこすります。ほら、こうしてこしょ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 。本音で感じるのは悪いことじゃありませんよ。むしろ当然と言いますか、それが普通の反応なんです。だからいっぱい気持ちよくなってください。あ、それともより感じやすくなっちゃうコツを教えましょうか。簡単です。自分が大人であることを忘れること、ただそれだけです。忙しい仕事のこと、自分の年齢のこと、社会人としての責任や将来の不安、それを全部忘れて JK のご奉仕に甘える。たったそれだけで天国にいる気分が味わえます。ほら、忘れてください。頭の中をスカスカにして、お耳から伝わってくる感触に集中するんです。くすぐったくてゾクゾクして気持ちいい感触、いっぱい味わってください。
上手ですね。私にとって最高のお客様です。程よく力が抜けていて、顔は緩みきっていて素敵です。可愛いです。そういうところ大好きです。ほら、こことかどうですか？汚れが集中しているところを、ツンツン、ツンツン、ガサゴサ動いて、くすぐったくありませんか？ゴシゴシされる食感だけじゃなく、これが一つずつ取れて、中がどんどん綺麗になっていく感触も感じてくださいね。いいですかね。残りはこの大きいのを後から合わせて、だいぶ綺麗になりましたよ。最初と比べたらもう別人ってくらいです。ではあとは細かいのをすくっていきますね。
小さいやつも残さずにしっかりと取っていきますね。こうしてカリカリしながら引っ張り上げて、ですからね。そのままおとなしくしててください。あとは奥に転がってるいくつか小さいやつを。で、よし。お兄さんのお耳、バッチリ綺麗になりましたよ。私の耳かきはどうでしたか？少しでも気持ちよくなってくれたのであれば、私も嬉しいです。まだ動かないでください。最後にちょっとだけふうふうしますので。
と行きましょう。では、このまま体をゴロンとさせましょうか。せーの、ゴロン。最後にチューしたい。チュー。このまま寝るぞ。パトラの腕の中で寝るぞ。とらわれのワンちゃん。おやすみ。朝ごはん。
はい。